ね、私たち日本ホストのファンの皆さんでですね、あるいは党員の皆さんで、なぜうちのブロックで出えへんや、すみません、今回は本当申し訳ない、はい、本当はね、全部に立てたいですよ、立てたいんです、本当はね、はい、いや、申し訳ないですね、はい、まあ、それと、ですからね、皆さん、今回うちのブロックにないやないかというね、人を皆さん、引っ越してください。そう、今更引っ越してもダメだけど、あきませんか、今更引っ越してもダメですけど。はい、まあ、それとね、やはり、まあ、今日もね、名古屋でも凱旋をして、うん、まあ、これは比例じゃなくって小選挙区を予定してますけれども、まあ、その候補予定者ね、はい、となった、まあ、お二人の方、新たにね、うん、麻生千佐さんと、それから太田さんですね、うん、まあ、このお二人がですね、まあ、ご挨拶ということで、はい、河村共同代表と、それから広沢支部長とで、みんなで凱旋したのを見ていただいた方も多いと思うんですけど、麻生千佐さんの、うん、YouTube はもう早くものすごい数再生回数いってたんですね。あ、それはいいことですね。いいことです、いいことです、はい、で、麻生さんやっぱりその、まあ、フリーアナウンサーだった、まあ、地元ではね結構人気あるっていう、ね、そうですね、はい、で、結構そのご自身が出てた番組でね、うん、割と私たちが朝八なんかで取り上げてるテーマに結構触れて、うん、くださってたと、うん、いうことでね、で、うん、まあ、河村市長曰く、うん、いや、あれちゃん、あんたの妹みたいなもんだでって言ってたから、どういう意味ですかって言ったら、なんかその朝八でね、よくやってる内容を随分番組で紹介っていうか、うん、触れたりしていたと、うん、これはね、やっぱり既存のメディアではなかなかないことですよね。そうですね、うん、はい、で、なかったの麻生千佐さん、うん、最新の X のね、ポストですね、うん、画像付きのポストがあったんですけど、うんうん、その画像付きのポストでね、うん、なんと本を一冊持ってたんですが、うん、その本がですね、私の怒りを上げる、あ、怒りを上げる、これはなかなか2なんですね、ほんと私がね、そのアップで見たんですよ、うん、ほんな第3巻やったということは1巻2巻読んでるんですよ。そうですね、はい、うんうん、で、確かにね、百田作品の中でもやっぱり怒りを上げるっていうのは、うん、まあ、私は多分最高傑作と思ってますけど、しかし、それを読んでる人っていうのは案外少なくてですね。そうなんですよ。永遠のゼロなんかだと、まあ、500万部ですから、うん、これはもう相当の人が読んでますけど、うん、怒り上げようはちょっと、そうですね、怒り上げようはね、まあ、4巻ですけど、やっぱりまだ全部合わせて100万部はいってないんですよ、うんうん、はい、残念ながらね、はい、まあ、そういうところでですね、こういういろんなね、まあ、新しい人材っていうんですかね、私たちにとってみれば本当にこの人たちが、まあ、私たちをこう踏み台にしてですね、うん、本当に明日の日本のために頑張ってもらいたいなという方がどんどん出てきてくれればいいなと、はい、それからですね、もう非常にね、心強い、うん、あ、もうこの人はもう本当に心強いという人をですね、やっぱり送り出したいなと、うん、そうですね、まあ、人間に関してはですね、私たち、うん、ほんまにもう熟慮しました、うん、はい、はい、でね、でもね、かネット見てたらね、勝手にですよ、いや、この人を入れるべきだとかね、絶対この人を比例に入れろとかね、もう勝手にいろいろ言うてくるんですが、我々ですね、本当に、我々が一番よく見て一番考えてます、はい、ですから、私たちがこう選んだ人間はですね、ちゃんとした理由がありますし、そして選ばなかった人っていうのもちゃんとした理由があります、はい、まあ、あとその、うん、もちろんね、その選ぶ選ばないっていうこともあるんですけど、うん、向こうも日本保守党は選ぶか選ばないかなんですよ ね、 ね、だって何度も言うようですけど、うん、うちの団体何にもないんですから、はい、資金的にも限られてる、もちろんそのね、例えば今回、まあ、比例で出るとかなんとかっていうね、うん、この供託金みたいなものについては当然党が財政的にバックアップをするんですけれども、うん、でも、まあ、自分でもやっぱり持ち出す分もそれぞれあるでしょう、うん、そういうところ、あとはそのうちなんか組織もないですから、うん、例えばそのブロックでやるってことになれば広域でね、まあ、それなりの活動しなきゃいけない、それを自分で考えて、うん、いろいろ動かなきゃいけなかったりする、うん、そういうところがやっぱりそのなんて言いますかね、全然ゼロの団体で、うん、それを自分がよし、ここでもいろんな組み立てていこうと、うん、いわゆるベンチャー精神ですよね、うん、そこでそのベンチャー精神に一緒に乗ってくれる人っていうことですね、うん、だから今日の凱旋なんかでも、例えば茨城で凱旋やるっていうのは特に私たちが言い出したことじゃないんですよ、言い出したことじゃないんですけれども、うん、地方議員のね、特に地元のその上層市の小林さんだとか、
あるいはその隣の県にいる、群馬県の、伊藤純子さんが、うん、あの茨城どうですかと、うん、そこに筑波のね、あの筑波エクスプレスの沿線はすごくその新しく入ってきた住民の方が多くて、うん、若いファミリーも多くて今までと全然違う層にねやっぱり訴えられるところだと思いますよというふうに提案してれて、うん、じゃあそこでやりましょうから、はい、で申し訳ないけど我々東京にいるから、うん、段取り全部お願いねと、はい、言ったらあの、まあ、小林さんがいろいろ本当にやってくれたと、ね、はい、だからそういうふうにねこのなんて言いますかね、あうんの呼吸でね、うん、まあ、こういう時はこういう党にとってこういうことが必要だなと、この党にとってこれが多分いいだろうなっていうのをね、うん、どん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 やっぱりねこう提案してそしてやってきてくれるっていう人じゃないとなんていうか形のあるところに自分が乗っかるとか、ね、うん、あるいはもう全部お膳立てされるもんだっていうふうに思ってると、うん、まあ、なかなかベンチャーは進まないですよ。そうです、やっぱりね我々は本当に、ね、自民党みたいな大状態よね、うん、本当にね何にもないですよ、ものすごい数も少ないんですよ、うん、でね、数が少ないだけにね、うん、大事なのはね、うん、その少ないチームワークをがっちりとチームワークを守れる人じゃないとね、うんうん、ちょっとやっていけないんですよ、うん、そうなんですよね、はい、まあ、だからねだからチームワークの輪を生み出すとかね、みんなでこうやろう言うてるのにね、いやそれは違う、うん、いやもうそれ私は好きなようにやりたいとかこうなってくるとねちょっとしんどいとこあるんですよね。そうですね、でまあまあ、そういう中でね、うん、私たちのつまり今回の最初の大きな戦い、うん、まあ、これに対して、最適と思われる、まあ、人材ですね、うん、それを例えば比例ブロックだったら最低でも26人、そして、まあ、小選挙区ではもう今すでに名古屋で発表になっている何人かと、まあ、こういう形で今回は頑張ろうというところでございますね、うん、はい、ですからその時々でね、例えばその衆議院選と参議院選というのはまた違うし、はい、あるいはその地方選であれば当然また違うし、そういうその時々のタイミング、あるいはその時々の政治的なその状況環境がどうなってるか、自分たちの今の体力組織の体力にを鑑みた時にどういうふうに、どんな人材が必要なのか、それはもうその時その時やっぱ違うはい、うちがもっと組織が大きくなればそれはもっと違う人材も、はい、必要かもしれない、はい、だからあの今の私たちの体力や今の私たちのこの望もうとしている戦いにおいて、うん、もう我々の中でのベスト、まあ、うん、これをなんとか今回は出していきたいと、はい、そういうことですね、我々今回ですね、目標としているのはまず国政政党になることです。そうですね、まあ、党を立ち上げて1年ですね、うんうん、ようやく国政政党への、まあ、勝負が初めて行われますよね、うんうん、まあまあ、それまででもね、まあ、東京15公選とかやってましたけど、この、まあ、東京15公選は我々負けたんですが、うん、これに勝ったところで別に国政政党になるわけじゃないんですよね、うんうん、はい、でも今回の戦いはもう国政政党になるかどうかという、まあ、そういう戦いになっております。それとあとね、うん、まあ、私たちが、まあ、これはね、百田代表の、まあ、慶願だったなと思うんですけど、百田さんが、まあ、夏の初めぐらいにそのキャラバンやるぞと突然言い出して、うん、7月ぐらいに、はい、で8月からキャラバンを実際に始めました、はい、で、まあ、これも私の思いつきです。群馬県とか、まあ、東京都内、群馬県、それから、豊橋、うん、それから札幌、うん、まあ、いろんなとこ行きましたね、名古屋、はい、大阪、はい、で、まあ、今日も茨城行ったんですけれども、うん、これなかなか体力的にはとてもきついですね。我々以上にスタッフが相当きつい。でこの2ヶ月間うちのスタッフはもうほとんど休みがないですよ。あの北海道とかね、あのブルーサンダー号で行くわけですよ、うん、まあ、持ってってね、はい、ほいでね、もうとにかく一番働いたのは、まあ、もしかしたら有本事務総長かもしれないけど、もうそれ以上に働いてくれたのはやっぱスタッフでね、うん、でもね、一番働いたのは私とか有本さんとかスタッフでもないんですよ。何かと思いますか？ブルーサンダーブルーサンダーが、ね、もう国士に国士を重ねて3日前壊れました壊れたわけじゃないで、調子が悪くなって動かなくなって、えらいこと、いや動きますけど動くんやけど、もうね、もうガタガタだと、これはえらいことやってね、もうね、この2ヶ月間ね、3ヶ月間かブルーサンダー号をね、使い倒してですね、とうとうあの車が悲鳴上げたのに、もう慌ててね、これ大事なことやから言って、応急処置でね、今応急処置でなんとか走ってますね、はい、いや我々もね、ちょっと高くくっててね、トヨタの車だから壊れないだろうぐらい思ってたんですけど、必ずしもそうじゃありませんでした、
はい、うん、それで、まあ、そのブルーサンダーこれはね、はっきり言って私、私は1台しかないからこれが壊れたらもうえらいことなんですよ。はい、でね、まあ、そのね、うん、ブルーサンダー号も、うん、一応その応急処置をしているんですけれども、そうやって、まあ、うちのスタッフもほとんど休みなし、夢原さんだってほとんど休みなしだと思いますよ、うん、でやってきました。だけど、まあ、その甲斐あってというんでしょうかね、うん、本当に、まあ、もちろん党員の方も増えたし、うん、でたまたまね、これはたまたまなんですけど、本当に党員の方がちょうど1年経って更新時期になったと、うん、もちろんね、更新をしないという選択をされた方がいて、まあ、それはそれでいいんですけれども、うん、はい、ものすごいやっぱ更新してくださった方が多く、本当にありがとうございます。2年目もまた応援しますよということで、党員資格を更新してくださった方が多くて、はい、でかつですね、やっぱ新たに党員になりましたというお声をかけてくださる方もすごく増えた、はい、それから今まで日本保守党のことを知らなかったんだけど、うん、実は演説に誰かに誘われて、うん、あるいはその誰かに行って聞いてみた方がいいよって言われて、うん、初めて聞いて、うん、いや、なんとすごいいいことを言ってるなということで興味を持って党員になることにしましたとかいう方がいますね。結構いますね。もう渋る旦那を無理やり連れて行って、そう帰りしたの旦那さんがですね、うん、いや俺演説聞いて泣きそうになったわよ、うん、いや俺も絶対党員になるよってね、まあ、そんな方な方もね、いらっしゃる、報告してる方は奥さんもいらっしゃる。だからですけど、うん、やっぱりほっとしようかなと思っていたら、うんうん、ほっとできなくなっちゃいます。そうですね、私も10月にちょっと休んで、ね、ちょっと執筆がだいぶおろそかになったんで、ちょっと10月をかなり執筆しようと思っておったんですが、うん、ね、石破のクソボケがですね、余計だっていや、石破さんもね、最初はね、いや、わし総理だったら、総理解散せえって言っとったんですよ。言ってました、はい、で偉そうなこと言ってね、いや、総理さんというのは一自民党だけ国民不在でやってはなった瞬間に、やりますね、会社やりますってね、まあ、何を言うてんねんって話ですよ。ほんでもう私ら休むことできなくなってしまったんですよ。休むことできなくなりました、はい、まあ、しょうがないです、これも運命です、うん、はい、うん、ただまあ今回それとキャラバンを通してやっぱりいい出会いもいろいろありましたしね、うん、はい、はい、本当にね、まあそれなりに苦労すればそれなりについてくるものがあるなと、はい、いうことでございます。人間万事左右が馬、ね、家福はあざらえる生の年と、だから ねいつも無茶苦茶なことを言って無茶ぶりをして、うん、ってなるんですけど、うん、案外そのなんていうかな、ちゃんと計算してたの、うん、っていう、ね、もちろんでございます、うん、はい、そうなんですよ。まあ有本さんね、名前の通り、うん、まあもうアリさんみたいによく働くんですよ。でもアリさんっていうのはね、地面を這いつくばってるからね、先っちょに何があるか見えないですよ。私は鳥みたいなもんですからね。ああ、有本さん、そこ行ったらあかんで、思いながらね。それさ、いかにも私が先が見えない女だっつってるわけですか。いやいや、でもね、よう働くんですよね。はい。もう、本当に、働き者の有さんですからね。音が途切れてる。はい、本当ですか。え、本当？なんでですかね。僕のは聞こえますよね。はい。百田さんの方が邪魔してるんだと思うわ、私の。そんなことないわ。ああ、声聞こえてますか。はい。まあ、ということでですね、うん、今日も皆さん本当に夜遅くにありがとうございました。あ、まあでも、同説拮抗してるからわしの方が負けとるやん。本当ですか。はい、有本さんの場合11,800人、まあ、僕の場合は11,400人や、400人足らんがな。はい、どういうこと。あ、でもね、スーパーチャット、うん、ありがとう、ごめんなさい、スーパーチャットで今まであんまり言えなかったですけど、ごめんなさいね、スーパーチャットほとんど一緒やね。ありがとうございます、はい、本当に申し訳ない、ごめんなさい、本当はね、ちょっと喋るのに、喋るのにしようかなって。ただですね、はい、皆さん、あ、何、小江桜会、これ何ていうのかな、西方会ってことですから、うん、大和桜子さんから5,000円、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、はい、そっちもなんかいただいてるんで、ちょっと読んだ方がいいんちゃう、はい、よ、あ、うまくできたの、これ、あ、何、あ、宇多橋玲香さん、ありがとうございます、7,000円、ありがとうございます、あ、また来た、なんかごめんなさい、ありがとう、ちょっと、ね、田中宏さん、3,200円、ありがとうございます、ありがとう、もうおろそかには使いません、はい、さて、それでですね、はい、まあそういう状況なんですけれども、うん、明日はまた東京で、街頭演説といいますか、ちょっとね、ブルーサンダー号の上に立ってやるというのではなくて、まあ皆さんともうちょっと近い距離で、やります。これも何度もブルーサンダー号でね、あんまりたくさん乗ったから、今日一番多い時は今日5人乗りまして、
もうね、ブルースさんとか悲鳴上げてもね、これ以上乗ったらしんどい言うてね、はい、あの何度ももうやってるところですけれども、うん、有楽町の糸島前、糸島前広場でやります。そして、ちょっと待ってくださいね、明日はですね、まあ、2カ所でやるわけですけれども、秋葉原の電気街広場、こちらでやりますけれども、時間はですね、ちょっとお待ちくださいよと。よいしょ。X に搭載されていると思います。有楽町は1時からです。ちょっとお待ちくださいね。秋葉原は5時からです。はい、私は全部頭の中に全部スケジュールが入ってます。何を言ってるんですか、はい、もう毎回ね、直前、10月の日日曜日、東京での凱旋。1時から有楽町駅前、糸島屋広場。それ言いました、私、1時から言って。そして17時。あ、また来た。あ、佐々木みのりですね。あ、みのり先生から。すみません、みのり先生。ありがとうございます。みのり先生、ありがとうございます。午後5時、17時からですね、秋葉原駅、電気街広場。うん、まあ、こちらの2カ所で、街頭演説をさせていただこうと思います。で、本当に今日はね、堀田さん、新しい街。うん、まあ、もちろん古くからね、あのつくば市も守谷市もあるんですけれども、うん、でもね、新しいその、まあ、若いファミリーなんかがね、うん、どんどんその流入しているという、まあ、ある意味とても活気があって現代的な街ですよね、うんうん、ここに行くことができて私たちもなんかすごい刺激がありますね。そうですね、うん、あんまりね、私特に関東人、関西人やからあんまり関東のこと知らないんですよ、うんうん、だから埼玉とか栃木とかね、うん、栃木なら私この間生まれて初めて行きましたから、うん、まあ、茨城なんかもですね、あんまり行くことないんですね、はい、ただやっぱり私は日本史をね書いた本ですから、うん、やっぱり茨城っていう名前から興味あったんですよ、はい、なぜ旧水戸藩ですからね、うん、はい、水戸藩がですね、やっぱ幕末に果たして役割ってすごく大きくですね、うんうん、水戸藩は昔からとにかく朝廷を大事にする、うん、つまり江戸幕府でありながらですね、朝廷を誰も大事にするというかね、はい、で水戸藩のその家訓としてですね、うん、もし幕府と朝廷が戦うようになったら、うん、絶対に朝廷に弓を引いてはいけないというね、はい、まあ、こういう教えを水戸藩はずっと持ってて、でその水戸の最後の殿様、まあ、水戸藩から実は、出たのが徳川の最後の将軍慶喜ですね、はい、ですからね、もし水戸藩から吉野がもし水戸藩から出てなかったらですね、もしかしたら最後その幕府と朝廷が戦争したかもしれないですよね、うん、はいはい、うん、まあ、そういう意味でね、やっぱ水戸藩というのはやっぱ日本の歴史の中ではすごく大きな藩で、はい、皆さんね、茨城っていうのは私たちはちゃんと認識してるんですよ、うん、茨城って言ってるつもりなんですけど、はい、はい、関西にもね、茨城市ってあるんですよ、はい、茨城市ってありますね、はい、大阪の茨城市、この関西の茨城市はこの木は白じゃなくて木って書いてあるんですね、そうですね、はい、木の木ですね、うん、樹木の木、はい、でもね、この読み方面白いよね、茨城県のね、つまり白はですね、これ音読みしてるわけですよ、はい、木ってね、でも茨はね、訓読みしてるんですよ、はい、はい、うん、これはね、なんていうの、油刀読みっていうことですね、はい、はい、あんまり日本の読み方というのは訓読みするときには、うん、くんくんと読む、あるいは音読みするときはおんおんと読むんですが、はい、これくんうんで読んでいるんですかね、はいはい、茨というのはね、音読みするとまっていうんですよ、まって、ま、待つかな、うん、待つとかまとかいう意味ですね、はい、というかそう読むんですけど、うん、そういう読み方をすることってあんまりないですよね、うん、まあ、茨の道の茨ですわ、うん、はい、私たちの前途をね、まるで表しているような、私たち茨の道をね、ガンガン切っていきます。いや、本当に茨の道ですよ、はい、まあ、この1年間だってある意味茨の道で、うん、まあ、そこはあんまり皆さんに見えなかったんですけど、うん、これからだってね、例えばその順風満帆じゃないから、まあ、今回の選挙も含めて、うん、そんな簡単にはいかないと思ってるんですね、うん、でもね、まあ、世の中簡単にいくことってそんなないですから。そうです、私なんかもう68年間苦労の連続ですわ、はい、本当本当、いや、もうほんま苦労に苦労を重ねて、これぐらいその言葉がリアリティがない人も珍しいですよねいやだけどね、皆さんね、やっぱり百田さんだってあれだけ皆さんを感動させたり、その、まあ、いわゆるベストセラーですよね。 ありがとう、またこれをね、たくさん書くということにはそれ相応の苦労が多分あると思いますよ。りょうくちゃん2000円、ありがとうございます、うん、はい、異常なぐらいの百田さんのね、この執筆にかけるこの、まあ、性っていうのを私もまあ間近に見てますから、それは大変な苦労ではあるんですけど、でも、まあ、苦労が顔に出ないって言いますか、苦労してるらしく見えないっていう変わった人ですよね。
そこはね、はあ、美学ですわ。なんかこうほら普通さ、うん、なんかそれ、うん、そりゃ先生大変な苦労がとかものすごい努力ですねとかいうことを言わなきゃいけないんだろうけど、なんかそれにあんまり似つかわしくない、はい、でこれね川村さんもそうなんですよ、うん、だって市議会リコールしてまで減税やるとかね、もうとんでもないじゃないですか、うん、どれだけのリスク背負ったんだってなるんだけど、うん、あの人もあんまり苦労が顔に出ないタイプですね、はい、いつもなんかちょっとふざけたこと言ってるみたいに見えるでしょ、はい、で、あのこの前名古屋で凱旋した時だって石破新首相に何か質問はってたら、もっと面白いことを言わないとって、あんたそれかいみたいなね。まあ石破さん相当おもろいですよね、あれね。あの私石破候補って相当笑いますよね、はい、それはそうです、違う意味でしょ、それは。私最近のお気に入りは石破さんのものまねですね、はい。安全保障とは何か。どうした？いつもそうですね、はい。これにはどう思いますか？何々とは何か。そしてそれを私たちは今真剣に。あんまり似てないとか言われてる。言わずでやろ、はい。まあ、ということでですね、はい、黒がね、こう、にじみ出ない。うんという、まあ、お二人なんですけれども、はい、まあ、これから多分ね、日本を有本さんはね、逆に苦労すぐ自慢しますね。私は一番苦労してる、一番しんどい、どんだけしんどいもしてしてるかってね、もうこれをね、もうずっと言いますね、はい、はい、言ってますね。もうこの1年間大変やった、この半年間どんだけ大変やったかってね、もうほんま口を開いたらもう自分の苦労話ですわ。そうじゃないんですよ、はい、あのね、そうじゃなくて代表がね、もうあんまりにもなんかね、物事をちょっと簡単に考えすぎてるから、代表そうじゃないんですよって、これだけやるのだって結構大変なんですよってことを私が説明してると、自分の苦労をいろいろ言って違うっつってんのね、車1台作るのだって大変なんですよってことをいろいろ私は言ってるわけなんですよ。それだけの話でございます。で、さてですね、あのまあそういうことで私たちはこれからも本当に傷つき、まあ挫折をし、カオルさん800円、カオルさんで、ありがとう、カオルさんじゃあ、違います、ありがとう、カオリさんですよね、はい、挫折をし、敗北し、はい、傷つき、はい、まあおそらく不当なね、うん、誹謗中傷、はい、妨害、はい、嫌がらせ、はい、いっぱいあるでしょう、はい、だって今までだって随分ありましたからね、ありました、はい、だけど、まあそれでもね、もう全身あるのみですよ、はい、もう1ミリでもいいから前に行こうと、はい、いうことですね、はい、うん、もうですから私たちは今望みはですね、ブルーサンダーをとにかく27日まで持ってくれ。途中でお前だけは頼りだと頼むぞと、はい、もう27日終わったらね、もうたっぷり、ちょっと倒れていいから点検出してですね、はい、もうタイヤも変えるからね、はい、タイヤが悪いわけじゃないんです、はい、タイヤは変えられるんですけど、はい、そうなんです。ということで皆さん本当に、これからも、まあ、私たちがどんなにですね、佐野助さん1000円ありがとうございます、あいつは大丈夫かと、はい、ね、負けたぞと、うん、くじけたぞと、いろいろあってもですね、うん、それでも1ミリでも前に出ようというふうに頑張りますので、なんとか皆さんよろしくお願いいたします、はい、はい、あのね、有名なあの、うん、倒れる時はたとえどんな方でもいいから前のめりに倒れたい、倒れたいと、はい、これね、うん、坂本龍馬がそう言うたら、これ実は嘘です、嘘でしょ、はい、うん、これ誰が言うたかから、梶原一騎が言ってますね、梶原一騎が、梶原一騎が巨人の星の中でね、坂本龍馬こんなこと言うたってね、たとえ死ぬ時でもどこの中でもいいから前のめりになって死にたいと、でこれが巨人の星が大ヒットしたもんだから、ほんまに坂本龍馬そう言うだと勘違いしてますね、言うてません、坂本龍馬ね、坂本龍馬ね、はい、そこでなんで坂本龍馬とか言って、なんで龍馬って読むか、これ不思議でしょ、坂本龍馬自身はですね、自分の坂本龍馬と書いて振り仮名で龍馬と打ってないんですよ、うん、ではなんで龍馬と読むのか、うん、これ皆さん知ってますか、知らない、ちょっと教えましょうか、うん、昔はですね、いろんな坂本龍馬いろんな藩とか行って、名乗りますよね、うん、土佐の代々でございます、山之内家の脱藩、山之内家の坂本龍馬と申しますってね、うん、まあ、みんな言うわけですよ、当時名刺とかないからね、はい、坂本龍馬と申すみたいな、ほんならね、聞いた人がですね、はい、ちゃんと、家のその記録にですね、うん、いや今日何月何日、うん、土佐の脱藩浪士坂本龍馬来るって言ってね、はい、こう、記録に残るわけですよ、うん、ほならその時にね、うん、坂本の坂は土辺の坂でとか一言いません、はい、坂本龍馬、ほならね、そういう昔の古文書を見てみたらですね、うん、坂本という字がみんな違うんですよ、うん、
いろんな坂本を書いてるわけ、はい、でも、ね、いろんな坂本やけど、ね、あとりあえず坂本やなって分かるわけですよ、で坂本龍馬自身が坂本書いてるから、まあ、これは正しい。ほなね、問題は龍馬なんですよ、うん、龍馬がね、うん、酔い馬とか書いてる名前も結構あるんですよ、うんうん、酔い馬とか書いて龍馬と言いますよね。だから今現代の人はですね、ああそうか、坂本龍馬っていうのはこの龍馬と書いて多分龍馬と名乗ったんだなっていうのはこれで分かるわけですよ。なるほど、はい、まあ、かしこまったよ皆さんね、はい、もう私のライブ見たらね、もうみんな大体知能指数がね、大体2つぐらい上がるんですよ。はい、まあ、ということでございましてですね、うん、皆さん本当にこれからもぜひともよろしくお願いいたします。まあ百田さんも私もですね、まあ、いつ倒れるか分かりません、はい、私が倒れる時はね、たとえドブロの中でも前のめになって倒れたいと、はい、梶原育成ですよ。でもね、ドブの中でね、前のめりになって倒れたらね、ドブの水飲まなきゃいけないじゃないですか。いやもう死んでるから飲まれへんやね。そうなのね、はい、まあ、ということでですね、うん、まあ、どうでもいい話に最後なりましたけれども、おー、まあ私たちもね、本当に年ですからいつ倒れるか分かりませんけれども、うん、まあね、何かしらそのちょっとはね、爪痕を残して後を継いでくれる人がいればいいなと、うん、まあ、こんな風に思ってますけど、私は、はい、はい、そうですね、はい、今日カジュアレッティと思い出したんですけど、うん、僕らびっくりした時にガーンとか言いますよね。あのガーンいうのはこれやっぱり巨人の推しが最初なんですよ。はい、巨人の推しでね、あの時は原作がカジュアレッティ、うん、漫画を描いてたのが川崎昇さんです、うん、で川崎昇さんがですね、ある時、星優馬ですね、ちょっとびっくりすることがあって、でびっくりする時にもうその川崎昇さんがですね、後ろにね、星優馬の後ろにね、でっかい字でガーンと書いたんですよ、はいはいはい、あ、それが最初、それが最初、ほんでそれを見た梶原一家が喜んで、その後、星優馬がびっくりするとか、いろんな主人公、巨人の星の中で、うん、いろんな登場人物がびっくりするときに、うん、その、巨人の星のシナリオにね、ガーンって書いたんです、うん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 、なるほどでそこからガーンが始まったんです、はい、皆さん勉強になったやろね、はい、こんなこと勉強しても何の意味も何の意味があるんですか。誰か面白い、ラクタさんさ、そういうどうでもいい知識、うん、まあ、まずどこでも役に立たないような知識が山のようにここに入ってるわけですよね、うん、今日もね、まあ、スタッフの一人にね、車で送ってもらったんですよ。そのスタッフの一人がね、もう車の音楽かけたら、ベートーベンのね、ピアノソナタ、31の3、17番テンペストの三楽章でも、ああこれテンペストですねって言ってね、あそうですって言ってね、はい、まあ、あの人のね教養がありますからね、うん、はい、私たちが、ベートーベンのピアノソナタ17番テンペスト、なんでこれをテンペストというかというとですね、このベートーベンがそのピアノソナタを書いた時にですね、その施設指導のシントラーといいましてね、このシントラーがですね、ベートーベン先生、この曲は何を表してるんですかって言った時にね、ベートーベンがん、この曲の意味を知りたかったらシェイクスピアのテンペストを読め、まあ、シェイクスピアにテンペストという戯曲があるんですけどね、それを読め、はあ、そうですかって、でシントラーがこんなこと言われたって書き残したんで、まあ、この曲はテンペストと呼ばれるわけです。すごい良い曲なんですこれがね、はい、ということで雑学コーナーでございました。はい、百田尚樹雑学コーナー、はい、以上終わりでございます。はい、この雑学のおかげでね、有本さんの同説も今16,800と、私の場合は12,000です、はい、なるほどね、はい、私が黙ってたからですよ。ほらどんどん喋りたか、はい、有本さんの雑学コーナー、もうさすがに疲れました。今日はちょっとさすがにもう疲れました。そうですか、はい、はい、ということで皆さん、もうついに1時間もですね喋っていると大変なことになりました、ね、あと40秒ちょっとで1時間や、落ち着いてから1時間行きましょうか。いやいや皆さんね、これですよこれ、はい、今日の、ね、ライブのテーマこれだったら全然違うことを言い始めました。有本さんも顔あるで、はい、はい、こういうことですね、はい、うん、まあね、うん、本当にね今日は雨、初めて雨降られましたかね。